どうもご紹介ありがとうございました。大阪大学タンパク質研究所のクリスでございます。今日は先ほど広川先生のお話も出てまいりましたタンパク質の立体構造データの、データ検証とあとその統合化創薬研究についてお話しさせていただきます。プロテインデータバンクはもう皆さんよくご存知の通り1971年からデータが蓄積されているデータベースでして日本では2001年からプロ PDBJ でデータの蓄積を行っております。で2003年からはですねこの世界のサイトが共通して一つのデータを作るというアライアンスを構成しましてみんなで協力して一つのデータベースを作るということで活動を行っています。これ去年のアドバイザー会議の写真になっております。PDBJ で提供するファイルはですね MMCF フォーマットという座標データで PDBML フォーマットの座標データこれ昔からある PDB フォーマットと呼ばれる座標データですけれどもこれはちょっと少しもう古すぎてですね十分な情報を記述できないということであまりお勧めはしてないんですけれども今もデータを変換して提供はさせていただいております。であと PDB の RDF フォーマットこれがいわゆる構造データと相当する部分であります。でデータを登録していただくときには実験データも登録していただいておりましてすべての構造データは PDB の場合は実験で決定したデータを登録していただいております。その実験データを登録していただいています。この実験データとの整合性を評価したものは検証レポートといいましてこれは今まで PDF フォーマットで提供しておりましたけれども今 PDBJ がリーダーシップを取りましてこれを RDF 化して機械がこの検証レポートを理解できるようにしようということでデータの作成を進めております。今日は少しその辺のお話をさせていただきたいと思います。WWPDB というのはアライアンスを形成した PDB のことですけれどもこの WWPDB ではすでに座標データについては RDF 化が行われておりましていろいろなデータベースと、リンクしてデータを使っていただけるという状況となっております。先ほど広川先生も少し触れていただきましたけれどもこのデータベースのデータですがもうどんどん増え続けておりましてこれは1年ごとにどれぐらいのデータが登録されているかというものを示した図になります。で左側の緑の色の方の縦軸が、結晶解析といわれる方法で、解析されたものです。これが一番メジャーで今でも9、ほとんどのデータはこの結晶構造解析でデータ解析がされております。でこの右側の方の一つ桁が落ちた軸の方で表していますのがこの青色の表でしてで NMR といわれる核実共鳴実験で構造が出ていたのがこれでこれは少し数がこういう横ばい状態になっておりましてそれを補完するような感じでものすごい勢いで伸びておりますがクライオ電子顕微鏡と言われる方法でしてちょうど昨年度のこの時期にノーベル化学賞受賞が発表された方法ですけれどももうこのように指数関数的にデータが登録が増えているというのが現状であります。でアライアンスを組んでデータを集積していますというお話をしましたがどういう切り分けになっているのかというのを示したのがこのデータになります。で PDBJ はアジア中東地区のデータを処理しております。はじめはオセアニアも担当しておりましたが今本土中国からのデータがものすごい勢いで増えておりますので2016年にオセアニア地区はもうアメリカでやっていただくとで PDBJ はアジア中東地区を担当するというふうに担当地域が変更となっております。これは折に触れて担当地域は変更検討再検討するということとなっております。で今日少し中心的にお話しさせていただきたいのが創薬研究に重要な化合物情報ですね。これについて少しお話しさせていただきます。先ほどの広川先生のお話もありましたけれども PDB にはたくさんのデータがあるんですがよく似たデータがあったりデータのクオリティが違うデータがあったりします。じゃあどれを実際に使えばいいのかということについて少しお話しさせていただきます。例えば化合物を含んだものでしたらこういう化合物込みの構造情報が PDB に登録されてまいります。でその中で、これをタンパク部分と化合物部分に切り分けまして化合物部分は
この座標からだけではどこが二次構造なのか、一次結合なのか二重結合なのかというのが分かりませんので、そういうことをデポジターとコミュニケーションをしながらちゃんと記述してですね、で化合物が新しいものか新しいものでないかというようなことを判断して、新しければ新しいディクショナリーを作りますし、そうでなければそのディクショナリーを参照しながらデータを構築していくということが行われています。で、PDB ではですね、バードといわれる生物学的に重要な化合物を、まあ、特別に編集しておりまして、でこれがインチキーだとかいろいろな技術で検索できるようになっております。で立体構造表示もできますし、この平面の表示もできるようになっています。しかし、こういうふうにいろいろできるんですけれども、これまではですね、解析の精度というのを検討する場合には、分解能と呼ばれる指標で一般に検索されておりました。それについて少し実例を交えて紹介させていただきます。これグリベクという非常に有名な薬剤化合物がありますが、これで PDBJ のケミーサーチを行いますと、グリベクを含んだ化合物の複合体解析がバーッとたくさんこう出てくるわけです。で通常はここでちょっと見にくくて恐縮なんですけども、構造解析の解像度 1.57 オングストローム、 2.05 オングストローム、 2オングストロームとかなっておりまして、より数字の小さい高精度での構造解析がいいデータだろうということで使っていただいていたのが今までの現状じゃないかと思います。で実際にはそれぞれのエントリーに対してこう中を入っていっていただきますと、ここにエレクトロンデンシティマップというのがありまして、これをこうクリックしていただくと、 PDBJ で開発したビューアーでですね、これ薬剤がここにありますが、どの程度の実験データとの一致度があるかっていうのことも見ていただけるようになっております。これちょっと今動きませんけれども、実際のウェブ上ではこれインタラクティブにくるくる回していただきながら見ていただくことができます。でしかしですね、先ほど少し申し上げましたが、実際にこういうふうにきれいに実験データと一致している例もあれば、こういうふうにほとんど一致してないような例もありまして、玉石混合状態です。これは解像度だけでは判断できない指標になっています。でここでこれを評価する指標としてですね、リアルスペースアールファクター RSR というファクター、例えばこれ上ですと、これがかなり低い値となっています。でこれはかなり高い値となってまして、こういうような情報が検証レポートには書いてございます。でこの検証レポートはそれぞれの実験手法のエキスパートたちに検討していただいた検証手法となっておりまして、先ほど申し上げましたリアルスペースアルファクターですね、実際の実験データとの一致度というようなことも検証できるようになっています。でこれを機械が判断できるようにしようということで、今プロジェクトを進めておるところであります。で検証レポートの中にはエントリーレベルの情報で、残機レベルの情報ですね、即差情報なども含めた情報で、あとエンティティレベルですね、のいろいろな階層の情報がすべて記述されております。でそれを PDBJ のメンバーの人が頑張って RDF 化してくださいました。でその時に既存の XML の情報からですね、 RDF にする時に少し実験上不都合があるような記述もありましたので、 PDBJ の方でより実験者に近い目線で正確に記述したファイルというのを作成しております。でそれをこのスパークル検索ができるように提供を公開を開始したところであります。でただこれまだ使いやすさという点ではまたできたばかりですので、これから磨きをかけていく必要があるという状況となっております。少し実例を紹介させていただきますと、例えばこれ酵素と、リガンドの複合体を検索する場合にですね、で酵素の中 でノンポリマーの水分子だとかイオンとかを除いたそういうリガンドがないかで、先ほど申し上げた RSR という実験データとの一致度が 0.1 よりも小さい非常によく一致したものを検索するというようにしますと、こうバッと PDB ID とか酵素の名前、リガンドの名前というのがこう出て一覧がバッと出てきます。で少し実例として上の方にあるこのデータとこのデータについてどういうふうなものかというのを見てみますと、これ PDBID が 4CK1 というものでこういう酵素が入っていて、中にこういう化合物が入っています。でこれが化合物のデンシティですけれども、非常によく実験データと一致しているものであるということがお分かりいただけると思います。またこちらの方もこれはアミラーゼですので、アミラーゼの基質のこの
類似物ということで、このグルコースが入ってますけれども、これも非常によく実験データと一致しているということが分かります。で、こういうような検索ができますし、また、タンパク質側の方も、即座等の RSR データが、どれぐらいアウトレイヤーがあるかということで、外れているものが非常に少ない、要するにタンパク質側のも実験データとよく一致しているものという検索もできます。で、そうしますと、こういうふうに出てきますし、バーッとここが、1% よりも少ないアウトレイヤーというふうにしますと、大体5000件で、これ、0としますと1000件ぐらいというふうに出てまいります。で、こういうふうに実際に、タンパク質、登録されているタンパク質拡散等の実験データの、検証レポートというのをうまく活用してですね、で、本当に使っていただける高精度のデータというのが検索していただけるようにということで、高度化を進めております。で、実際に、今日のポスターで PDBJ の横地さんがその詳細を発表する予定となっておりますので、興味を持っていただけた方はぜひ横地さんのポスターの方にお立ち寄りいただけたらと思います。また PDBJ のウェブでも質問を受け付けておりますので、こちらの方で、質問をしていただけたらと思います。で、最後にアクロニシメントですが、アライアンスを組んでやっておりますので、これがPDBJ のメンバーですね。で、こちらがアメリカの RCSB の PDB メンバーで、こちらが PDB ヨーロッパのメンバーとなっております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。